日本サッカーを知り尽くす男、全てが謎に包まれた国、北朝鮮。分かっているのは金正恩第一書記のお気に入りがサッカーだということ。国際舞台で勝てばもうお祭り騒ぎ。そのせいかチームは厳重な警備に守られ、メディアは完全シャットアウト。カメラを向けるとすぐにつまみ出されてしまった。そんな中、貴重な情報をゲット。中盤の要は J リーガー李永竹。日本のサッカーを知り尽くす男は、髪型も北朝鮮では珍しいジャパニーズスタイル。ピッチでも目立つはず。おしゃれな北朝鮮の星に注目だ。日本育ちの北朝鮮代表李永竹に変化がありました。アジア大会のピッチではご覧ください、きっちり横分け。気合十分で中国との一戦に臨みます。赤いユニフォーム北朝鮮イレブンも気合が入るのは同じです。まずはシム・ヒョンシンが豪快に蹴り込んで先制。上手、そしてエンドが変わって後半も立て続けにゴールを奪う北朝鮮。この攻撃陣、丸山さん、どうご覧になりましたか？そうですね、やっぱりシュートを打つ意識と、あと質も高いので、私もやっぱ見ていてお手本にしたいなと思いましたね。なるほど、分厚い攻撃陣というところでしょうかね。さあ、日本育ちの李永竹もご覧ください、ミドルで狙っていきます。わずかにポスト右、惜しくもゴールならず。しかし3得点で中国を圧倒した北朝鮮。その攻撃力、さらに日本を知り尽くす男、日本代表にとって注意すべき存在となりそうです。